連続転勤ドラマ辞令は突然にシーズン2、奥様はさすらいの女子アナ編、沖縄第2話。週末、京一郎と晴美は部長に連れられ茶壇サンセットビーチへ。11月でも海を楽しめるなんて、さすが沖縄だね。だよね。うわー、すごい綺麗なビーチ。本当だね。やっぱり海っていいね。ね。ちょっと部長、お二人は海に入らないんですか？海には入らんよ。海といえばビーチパーリーさ。ビーチパーリー。そしてその日の夕方。綺麗だね。京一郎さんと沖縄でこうしてたいな。はるみ、これからは沖縄で家族作って幸せに暮らしていこうね。京一郎さん、いい雰囲気のところ悪いけどちょっといいか。どうしたんだ。はるみ、はるみ、沖縄永住の願いも A1 ソースのようにうまくはいかない二人であった。